信じないぞ。始めるか。いいわ、言ってあげる。悩みますね。魔界を調査しに行くか。期待して待つんだ。さあ、お怪我を治しましょう。ご案内するっす。さっき見るからに怪しい黄色いプリニーが時空ゲートを勝手に使ってマッシュルーム魔界へ逃げていったす。チッ、逃げ足の速いやつめ。ってなんで捕まえねえんだよ。それは俺の仕事じゃないっす。面倒ごとには関わりたくないというスタンスですね。わかります。感心している場合ではありませんわ。急いで後を追いますわよ。なんとしてもキリア様の手作りカレーの一口目はこの私に。いや、こいつばかりは譲れねえな。最初の一口目は俺様だ。いえいえ、皆さんに万が一のことがあってはいけません。僕が毒味をして差し上げましょう。おい、お前たち、カレーのことなんかより他にやるべきことが。いいや、今はカレーが最優先だ。そう、一度食べたくなってしまったカレーの誘惑に抗うことはたとえ邪神であろうと不可能なのです。というか、そこまで食べたければキリアさんに作ってもらえばいいのでは。ああ、実は米を使い切ってしまってたな。悪い。なんですって。あれだけ備蓄してあったお米を全て召し上がったとおっしゃるの。キリア、お前どんだけ食いしん坊なんだよ。俺様超絶びっくりしちまったぜ。これはとても危険な状況ですね。もう食べられないと分かったらますます食べたくなってきました。ああ、カレーが食べたい、カレーが食べたい、カレーが
が食べたい、カレー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 が。これは俺がカレーなんか作ったせいなのか。見つけましたわ、泥棒猫ならぬ泥棒プリニーよ。見つけたのはプリニーたちですけどね。お黙り遊ばせ。プリニーの手柄は私の手柄、細かいツッコミは無用ですわ。悪あがきはやめるっすね。イワシカレーの匂いがある限り俺たちの嗅覚からは逃れられないっす。さあ観念して俺たちのイワシカレーを返せっす。やだぴょん、このカレーは返せないぴょん。どうしてもと言うなら力ずくで奪ってみればいいぴょん。由緒正しき青のプリニーをここまで怒らせるとはとんでもないおバカさんっすね。語尾に巣をつけるという基本中の基本すらできていないプリニーごときが俺たちにかなうとでも思っているっすか。2秒っす。お前を倒すことなど2秒あれば十分っす。野郎どもかかれーっす。人参爆裂剣！ガース！弱っ！大見え切ってた割にはあっさりやられましたね。まあ、所詮はプリニーですものね。仕方ありませんわ。あの黄色いプリニー超絶面白い技を使うじゃねえか。よーし、次は俺様が相手になってやる。あ、ちょっとお待ちなさい。カレーの確保が最優先ですわよ。そうですよ、あなたがどうなろうと他の何がどうなろうと結構ですが、カレーだけは慎重に慎重にお願いします。している場合ではないのだが、フザリンポ分身の術。Yeah.
任せろ。私暗くないですよ。守る。戦うじゃん。守る。戦うじゃん。イケイケだな。やれやれだな。戦うじゃん。負けないじゃん。ありがとう。さあ始めますよ。私に身を委ねてくださいね。素晴らしいですわ。武勇お見せしよう。あはは、死ぬのいい。やれやれだな。負けないじゃん。やれやれだな。戦うじゃん。やれやれ。やれやれだな。戦うじゃん。逃がします。チャイ！アディオン！ごめん。ありがとう。
うすぎ。あはは、死ぬといいです。照れます。戦うじゃん。すみません、すみません、力不足で。見せつけてやろう。負けないよ。来るね。いた。傷つかごめん。負けないよ。来るね。来るね。遠慮せ。お願いします。なんで、大したことなかったな。もっと遊べるかと思ったのによ。うわっ、消えちまったぞ。超絶どうなってやがんだ。あそこです。ウサ忍法、変わり身の術だぴょん。ご主人様のためにもここでやられるわけにはいかないだぴょん。ま、待ちやがれ。俺様のカレーを返しやがれ。私のカレーですわよ。間違ってもらっては困りますわ。お前たち、もういい加減カレーのことは諦めたらどうだ。そうは参りませんわ。盗まれたカレーに使用したイワシ、カレー粉、お米などなどの材料は全て私の所有物。すなわち、あのカレーは私のものなのです。超ド級のケチですね。あなた、絢爛魔界の魔王様なんでしょ。カレーぐらい。いいえ、絢爛魔界の魔王なればこそお金には徹底的にこだわるのです。つまりカレーのことは絶対諦めない、そういうことか。ご理解いただけたようで何よりですわ。理解したわけじゃない、呆れているだけだ。
ちなみにキリア様が召し上がったお米の代金はいずれ体で返していただきますから、そのおつもりで。さあ、お怪我を治しましょう。よろしくお願いします。クイーン紹介へようこそ。クイーン紹介へようこそ。
ださいに身を委ねてくださいな。もっと強くならねばな。お怪我を治しましょう。